伝説の音楽番組ベストヒット USA。 80年代に洋楽好きだった人であればピンとくるでしょう。その司会だった小林克也さん、どうされているのでしょうか。気になったので調べてみることに。小林克也さん、1941年生まれの現在80歳、広島県福山市に生まれて、学歴は広島大学附属福山高等学校から慶應義塾大学経済学部を中退されています。教師でシングルマザーの母親を持つ小林さん、帰国子女かと思っていたのですが、バリバリのジャパニーズピーポーだったんですね。あのネイティブな英語は一体どうやって身につけたのでしょうか。小学校3年生の頃からラジオで岩国基地からの極東放送フェンをよく聞いていたこともあり、自然と英語に興味を持ち始めたそうです。小学校6年の頃には英語を習い始め、ちょうど中学時代のアメリカではエルビス・プレスリーをはじめルックが大ブームの頃でした。当然小林さんもルックに夢中になり、英語のラジオばかり聞いてたにもかかわらず、国立広島大学附属福山高等学校にトップで合格。プレスリーのモノマネをすればするほどますます英語力はアップしたのですが、大学受験では東京外国語大学を不合格となり、一浪で慶應義塾大学経済学部に合格し、在学中になんと倍率35倍の国家資格の通訳案内士の試験に一発合格したのです。外国人相手の観光ガイドのアルバイトを始めた小林さん、楽しすぎて留年する羽目になって友達と起業することにしたのですが、ことごとく失敗。そんな中、ひょんなことから外国人相手のナイトクラブの司会を始めると、英語と日本語で1回30から40秒ほどショーの紹介をするだけで2000円という高額なバイトにはまってしまい、大学を中退。その道で生きていくようになります。28歳の時にチャンスが訪れます。小林さんがラジオ番組のイメージで作ったデモテープが認められ、1970年洋楽を紹介するラジオ番組バブリングポップで DJ デビューすると、たちまちラジオ界の寵児となります。ですが、番組は小林さんが考えていたアメリカの DJ のものとは全く違っていました。そして1976年、ついにたどり着いたのがあの伝説のラジオ番組スネークマンショーでした。選曲家の桑原茂一さんとラジオ大阪で好きな曲を自由に紹介するやり方が注目され、そこに加わったのがなんと伊武雅刀さん。二人の掛け合いで曲間に挟むコントはシュールで過激、不謹慎で下ネタ連発。それがマニアックなブームとなって大阪ローカルから東京に進出。それだけにとどまらず、1980年にはなんと伝説のテクノバンド YMO のアルバム増殖にスネークマンショーのコントが収録され、音楽業界への知名度も上がってアルバムまでリリースすることに。スネークマンショー、死ぬのは嫌だ、怖い、戦争反対が大ヒット。しかし次第に意見の食い違いが多くなり、小林さんは脱退してしまいます。そして1981年4月の深夜、あの伝説の番組がスタートします。音楽番組ベストヒット USA。 洋楽のミュージックビデオを紹介したり、小林さん自らが来日アーティストにインタビューする初の本格的な洋楽番組でした。小林さんはこう思っていたんだとか。せいぜい飽きずに聴いてくれるのは20秒。そう思って紹介したい曲の情報をできるだけ詰め込んだことが人気を呼んだきっかけでした。ちなみに80年代は日本で最も洋楽が浸透した時代で、放送の翌日には取り上げたレコードが通常の3倍から5倍も売れたのだとか。しかし1989年、番組は終了してしまいます。なぜ終了したのでしょうか。実は、もともと、
乗り気ではなかった小林さん。スポンサーもブリヂストン一社で、君しかいない。好きなことができるぞ。と言われ、半年だけならと始まったんだとか。しかし、この思わぬ成功を収めたことが、皮肉にも、番組終了のきっかけとなったのです。それまで未開拓だった23時台の深夜帯に、ネルトン紅クジラ団などの人気番組が出始め、競争が増すにつれて、スポンサー料も上がる中、ニッチな番組であるベストヒット USA は、他の番組にとって変わられることに。最終回は、ジョン・レノンのウーマンが流れる中、8年間の放送に幕を閉じたのです。その後は、ベストヒット USA がきっかけで、84年、映画「逆噴射家族」で主演したり、81年、小林克也&ザ・ナンバーワンバンドを結成。デビュー曲、噂のカムトゥーハワイは、日本語ラップの走りと言われているそうで、なんと、あのサザンの桑田佳祐さんも、当時から、洋楽の知識や新しい情報をたくさんご存知で、僕も、いろんなことを克也さんから学びました。というほど深く長い付き合いとなり、数々のアルバムに小林さんの名前が、クレジットされているほどだそうです。また、小林さんといえば英語ですが、アメリカンという英会話の教材も発売していて、おしゃべりアメリカンとビジネスアメリカン、聞き取りアメリカンの3パターンがあり、定価は約8万円と決して安くはありませんが、なんと30万個も売れる大ヒット商品となっています。DJ 以外にも多方面で長年活躍してきた。小林克也さん。一体、どのくらい稼いでいるのか。気になって調べてみると、言わずと知れた、日本のラジオ DJ の第一人者。一本のギャラは相当いいはずですから、最低でも一本が10万円で、レギュラーで、週に6本は出演しているとして、年間312本のラジオ番組に出演なら、最低でも3120万円はあるはず。ただ、一本のギャラが10万円なわけはないですし、ラジオだけではありませんので、本当はもっと多いのではないでしょうか。さらには、小林さんの家が豪邸だと言われていますが、実は別荘の間違いだそうです。その別荘の価格がなんと1億5000万円。しかも、大好きな湘南に立っているのだとか、友人のサーファーが購入できなくなったのを、小林さんが買ったんだそうです。80年代の小林さんを知る人なら、現在の激痩せした姿は、さぞ驚くことでしょう。調べてみると、2006年に大変な病気にかかっていたのです。その病名とは、胃がんでした。発覚のきっかけは、奥さんのぎっくり腰でした。というのも、小林さんも奥さんと一緒に。その時に、人間ドックを受けたところ、胃に500円玉ほどのがんが発見されたのです。小林さんは、胃の半分とリンパ節だけでなく、脾臓と胆のうも切除したそうです。しばらくして仕事に復帰したものの、2012年に、今度は前立腺がんになった小林さん。術後は、しばらく排尿障害に悩まされ、トイレから放送したこともあったといいます。実は、小林克也さん。2003年から、伝説の番組、ベストヒット USA を、BS 朝日で、土曜深夜0時から、現在もやられているそうです。他に、ラジオも、6本ほど、レギュラーで持っていますから、健康状態も含め安定しているようですね。小林克也さん。あの声を聞いただけで、青春時代にタイムスリップする人が多いのではないでしょうか。これまでたくさんのアーティストに刺激を与え続けてきたそのロックの火は、これからも絶やさないでもらいたいです。エンタメのレジェンド、小林克也さん。これからも応援しています。最後までのご視聴誠にありがとうございました。それでは次回、またお会いしましょう。